皆さんね、賛否両論、ってあると思いますけど、コーナーカバーのね、突然始まりましたけど、コーナーカバーの、見えるかな、ちょっと椅子持ってきますね。ここから見えへんやろな、多分。コーナーカバー外したらいいんですけど、今ちょっと2、3日、水をかいてないんで、このね、ちょっと見えにくいな、少ないな。このコーナーカバーの下に、ゴミが溜まったりね、食べ残しが残ったりするでしょ。ここにね、エアブクブク入れたりして、なんていうかな、ゴミがそこにブクブク置いたりして、ゴミがたまらんようにして浮かして、ここで、流し込んで、上にこう浮かしてね、わかるかな。一番底の方にね、エアのブクブク入れてね、そしてからずーっとこのろ過装からね、こういうふうに落ちてね、うちの場合はここからね、こっち側にね、ここに落ちるんですよね。この物理ろ過っていうんですか、あくはドライタワーになってるんですけども、そこでキャッチすると。いう方法もあります。の人と、その人とね、ドライタワーの方で、ドライソーの方でキャッチすると、ウールの方でね。それでも、ウールで拾いきれへんかった場合は、このやっぱりろ過装の中に行っちゃうんで、ここはあえて貯めるというね。私の考えですよ。この中のうまいことね、ここで貯めれるようになってると。この中で、そこでね。そして、ホースを突っ込んで、排出すると。ね。いう形です。そうですね、私の場合はね、ここ、ちょっとゴミがそんなに溜まってないかもしれないですけど、これね、突っ込みます。こういうのを突っ込んで、ちょっとここ透明なんで、分かりやすいと思いますね。あそこは透明なんで、一応ね、分かるようにこうしておきますけども、ちょっと向こうが吸ってきますね。どうですか、ゴミ出ましたか？ちょっとゴミが少ないんで、今日はね、ちょっと出てますかね。今日は少ないか。もっとね、真っ黒けでドワーッと出てくるんですよ。ゴミが多かったらね、ゴミとか食べ残しが、ちょっと今回は少ないかな。ちょっと分かりづらかったと思いますけど、この底の方にね、ゴミが溜まってるんで、これは溜めた方がいいと思ってます。なるべく溜めて、溜めれるようになってると僕は思ってます。っていう今日は話です。この底の方は溜めて、こっちのろ過装にあんまりこうね、ゴミを入れないようにということでなってると思います。ここに落ちてるやつはね、また今から吸うんですけど、そういうね、掃除の仕方をしたいと思います。皆さんどう思いますか？今はこんな形でね、ありますけど、こうやって今度は底のね、ゴミをこうやってね、吸います。こうやってね、こうやって食べ残しをね、私はこう掃除しております。だからウールの方に、ウールボックスの方にゴミがね、ほとんど私の場合溜まりにくいですね。溜まりにくいですね。こういうふうにね、ゴミを取りたいと思います。最初はね、あっちの底にブクブク入れて、こう水あの負荷あの浮力で上げようかなと思ったけど、よくよく考えたらあっちがね、ドロドロになっちゃうんでね、で取りきれへんかったら絶対周りにこぼれるんでね、こっちの周りで。そういうことで、そういうふうにします。皆さんどう思うでしょうか？そういうことでした。
今日は短いですけど、はい、そういうふうにドライあのコーナーカバーの中のゴミは、あえて貯めましょうという話でした。 RDC ライトもね、これ反対やないよ見たら、まあええんか、関係ないか、はい、水もね、毎日こう6分の1ぐらい変えております。そこでした。さよなら。はい、あと一つね、プレコ。プレコって知ってました、知ってましたって俺も聞いた話だけど、大きくなったらコケをあんまり食べへんっていう噂ですけどね。まあ確かにこの水槽の中コケがないです。はい、ほぼないです。コケが生えないんですよ。ほんでプレコの餌もやってません。ということは。食べ残しかこの子らの糞を食べてるということなんですよね。はい、だほんまやったらキュウリとかね、ああいうのをあげた方がええらしいんですけど、そんなことあげてないし、もう何ヶ月ぶり、1年ぐらいやってないかな、普通のプレコヨの餌なんか渡してないですもんね。渡してないというか、はい、与えてないです。まあどっかのネットでね、調べたんですけど、調べたとか出てきたんですけど、プレコは大きくなったらもうコケ掃除をしないという、まあ、ガラス掃除はしてんのかな、まあ、多少のコケはつくんでしょうけど、はい、またうちのプレコはねでかいですけど、魚を舐めないですね、舐めてないですね。よう見たらあっこにおるんですけど、見えますかね。邪魔、君邪魔、君邪魔て邪魔て、はいね、多分普通の餌を食べてますプレコはね。そういう話でしたって、どんな話やねんね。そういうことです。